从最日常的味噌汤到最隆重的怀石料理，漆器的温润光泽来自最稳定的手，最沉静的心。在漫长的时间里，重复积累的工作，坂本雅彦用40年的时间，将漆器的涂刷工艺做到极致。了不起的匠人，我们来认识轮岛漆器匠人坂本雅彦。日本には昔から食は器からということわざがあります。私坂本は輪島塗りっていうこの仕事やね、これは40年近くやってるんですけど、最適かと思って、毎日毎日がレベルアップのつもりで。地处能登半岛最北端的轮岛市，天亮得格外早。早上4点起床，5点出门锻炼，这是坂本雅彦习惯的节奏。毎朝10キロ前後ぐらいウォーキングしてきます。だいたい1時間から1時間半ぐらいかけてウォーキング。その後うちに帰ってきて、シャワーをして食事をして。8時に出勤します。轮岛涂是当地最引以为豪的特色手工艺，在日本享有崇高的声誉。40年前，坂本雅彦从京都来到这里，正是因为想要学习漆器。輪島に来る前は京漆器は見てよく知っていました。京漆器の作り方も一応見に行ったりして、ある程度認識はしていました。輪島に来てまずびっくりしたのが、完全分業化です、仕事っていうのは。っていうことで、ただ輪島の人はね、その下地だけの工程で非常に丈夫なものを作って、修理をしながらでも100年でも200年でも使っていけるようなものが仕上がっていくっていうのを分かった時に。在日本、轮岛涂就是好漆器的标准，但要成为一名真正的轮岛涂匠人，绝不是一件轻松的事情。学习漆器，头一两年只能看，到第三年才能上手接触漆。聞く耳を持って見る力をつけるっていうのが一番肝心かなと思っています。その後は自分の努力次第だと思います。下地是在木碗上进行涂刷的第一道工序，也就是打底。初めての仕事なので、一番初めは見て覚える。だから職人さんたちは教えてくれないのよ、仕事を。得益于直面日本海的地理位置和避风的港口，轮岛市以新鲜海产出名，专门浅采捞鲍鱼、海胆的海女是这里的特色。海女们给轮岛礁市提供丰富的渔获，但很少有人知道他们的头发也是成就轮岛涂的重要秘密。そうやね、今使ってる、主に使ってるのは7本、8本ぐらいかね。その中で、天さんの髪の毛っていうのが一番いいって言われてるんですけど、ハケ作ってる職人さんっていうのも今じゃ日本に2人しかいなくって、1人が東京の方で、もう1人が埼玉の方です。之後在碗沿貼上布條，目的是為了增加漆的附着力。上塗りは上塗りでまた弟子の期間があり、職人になるっていうそのスパンっていうのはあるんですよ。どこに出しても恥ずかしないものができるまでには最低でも10年はかかります。对轮岛涂的涂师来说，亲手制作自己的工具是必须掌握的基本功，要确保木笔的形状刚好贴合碗的弧度，这需要千万次的失败练习。
地粉是轮岛独有的材料，其主要成分硅藻土由当地集中开采管理，而且严格规定不得带出轮岛。正是因为这一步骤，轮岛土才能在拥有流光溢彩外表的同时，兼具坚固耐用的实用性。能登はもともと海の中に沈んでたもんね。それがね、隆起して上がって仕上がったこの半島なんですよ。下地が、まあ、その地の粉を使って何層にも塗り重ねて下地を繰り返していくので、傷み方、最終的に使っているとどうしてもいくら丈夫なものでも傷んできます。でもその傷み方がひどくならないっていうのが輪島塗りの特性だと。六年前，为了更好地推广漆器，坂本每天的工作多了一项内容，就是为来访的客人讲解漆器的工序。はい、どうもようこそいらしてくださいました。ありがとうございます。お椀だったらここの口の周り、この口袋の周り。跟一般沉默在自我世界里的匠人不同，坂本雅彦爱好与人沟通，看着很多人因为他的讲解。了解并尝试使用漆器，是他觉得很有意义的事情。大阪から来ました。東京から来ました。金沢から2時間かけてバスに乗ってきました。と小さい頃から輪島塗りっていうのは、ね、よく耳にするんですけど、実際どんなところで作ってあるのか見たこともなかったんで。初めて今日職人さんたちが作ってる工程を見て、120以上工程があるそうなんですが。分かりやすく、まあ、また手に取った時もとてもなんかこう綺麗だなと。輪島塗りと漆塗りの違いすら分からない日本人ってたくさんいます。するとやっぱりお客さんたちの皆さんがええっていう感じでびっくりされます。初めて。まあ非常に活発な元気な子、運動はいろいろたくさん運動はしていました。いろんな運動部から、勧誘も受けたくらい、いろんな、運動クラブにも入ってたんですけど、今はもうだいぶ年ですので、そういうこともだんだんなくなり、今はウォーキングぐらい。18歳ぐらいの時やから、もう40年ぐらいの付き合いになります。彼氏は一応下地職っていう、まあ、仕事の弟子に入ったわけなんですが、髪の毛が長い時はこうオーラっていうか光が出なかったけど、頭を明るくしたら余計光っとるでしょ。除了刷子、上土工艺中更关键的是漆。漆树所产的树漆最大的特点是不能与任何化学合成材料混用，所以作为盛放食物的容器，漆器是相当安全的。漆树的减少，加上隔漆工人普遍年纪增大且后继无人，这种漆的产量已经日益稀少。决定漆器最终品质的关键在最后的上涂步骤，这需要在严格管理的无尘室进行。できるだけ普段の格好で入らないこと、まず。で、入るときは、エアブラシで綺麗に叩いてから中に入るとか。任何一颗细小的尘埃都可能破坏漆器光洁的表面。毁掉前面接近一整年的工作。夏場非常に暑い時なんかは、作業する前エアコンをかけて、ある程度温度を下げて、それから作業にかかればエアコンのスイッチは切る。空気が動くとやっぱりどうしても埃が、どれだけね綺麗にしててもやっぱり埃が舞うとか気になる。每天8小时的枯作，保持稳定的手感和合适的力度，
抵御急躁、重复和孤独。每一件漆器的制作都遵循着时间、温度、湿度的法则。每一只漆碗分量不重，却经久耐用，即使坏损仍然可以修缮新生。こういう仕事っていうのは別に合格ラインがあるとはまず思っていません。どこが合格かも分かりません。今やってる仕事で精一杯できるだけのことをして、作っていくっていうのが自分のレベルを高めていくのには最適かと思って、毎日毎日がレベルアップのつもりで仕事してるつもり、そういうのは仕事してるつもりでやっています。十年苦修出师，历经120道工序，困坐斗室的工作，孤独而耐心的重复，哪怕是一只完全没有修饰的黑碗，也需要花费整整一年时间。何とも言われんね、そういう話は。どのレベルと言われてもどうしようもないと思う。石绘师的精巧手艺会大大增加漆器的华贵气质。涂刷完成的漆器还可以用沉金或是石绘的技法进行加蚀。版本就这样把自己的一辈子跟漆器连接在一起，而漆器也回报了版本他想要的生活。でその時にたまたまうちの奥さんの先輩でもあり、たまたま僕がこっちに輪島に来てからお友達になった方、その方の紹介で付き合ってみればどうっていうので付き合い始めた。ちょうど23の時でした。でそこの、工房内ではやっぱりちょっとトップレベルのマーケーシでした。顔と腕に惚れました。はい。輪島塗りの美しさっていうものは皆様のものです。日本の家庭には必ず皆さん持っています。特別な日によく出して使われているようです。これを思うと日々の仕事の大切さを実感して、どんなに大変でも喜んでこなせるように、こうしてこれからも頑張って大好きな仕事を続けていきたいと思っています。時間除了打磨技艺会赋予匠人更丰富的内容。匠人的幸运在于所有这些都会体现在你的器物之中，让人看见和记住。了不起的不止记忆，更是生活。我想做最漂亮的围巾。
私は輪島塗り職人をやっています坂本正彦と申します。匠人一出国。 My name is Beijing。 匠人邓兵。寒山匠人一级。是做陶瓷茶器具的匠人陈斌。我是单织品座。私は南部盛岡の浜市小泉です。